沢田京一は日本の報道写真家。ベトナム戦争を撮影した安全への逃避でハーグ第9回世界報道写真大賞アメリカ海外記者クラブ賞ピューリッツァ賞を受賞した。日本工学工業は1971年度のピューリッツァ賞もニコンによる作品に授与された。ベトナム戦線において取材に当たった UPI 通信社の沢田カメラマンの 安全への逃避という力作であると主張していたが、実際には日本製カメラをどんなに勧められても、日本のカメラは写りが悪い。日本のカメラを使うと壊れちゃうんだよと言って、日本製のカメラを使いたがらなかったという。妻の佐田は沢田本人が書いた安全への逃避の写真データとして、ライカ M3135mm レンズ、トライ X1250 秒。 回11としている。沢田がニコンを1台下げている写真が残っているが、ジャングルで取材中に故障し写真が撮れなかったことがあった。この際彼はニコンを地面に叩きつけながら、こいつのおかげで今のショットを取り逃したんだ。と憤慨し、以来ライカ新報は格たるものになったという。1967年にはライカだけで、ボディ6台所有、レンズは、 スーパーアンギュロン21メートル MF3.4 エルマリート28メートル MF2.8135 メートル MF2.8 ズミルックス35メートル MF1.4 ズミクロン35メートル MF2.50 メートル MF2.90 メートル M, 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 m 沢田は受賞した表彰式で取材陣からどんなカメラを使っているのかという質問に対し常に ライカと答えていたため有名になり、エルンストライツ社からプロトタイプの実写テストを頼まれるまでになっていた。ハーグ世界報道写真展で1位を取って、以後はニコン F を使用することもあったが、105mm や 200mm といった望遠レンズのみであり、主力は引き続きライカを使用した。写っている避難民のうち、当時8歳の少女だったグエンティ。 キムリエンは2017年時点も存命で農業を営んでいる。当時、朝食の準備をしていると自宅近くでナパーム弾の爆撃が始まり、家族や近所の人々と共に川に飛び込んだところ、撮影していた沢田に助けられた。周辺にいた米兵の一部は銃を向けていたが、発砲はされなかった。沢田はその後も村を何度か訪れて、子供たちにケーキを配り、 死亡の知らせが伝わると村中が悲しんだという。また生き残った一家にピュリツァー賞の賞金36万円のうち6万円と幸せにと書いた安全への逃避の写真を送ったという。ありがとうございます。